慎んで新年のご挨拶を申し上げます。はいはい、おっくんです。はいはい、つーちゃんです。昨年は大変お世話になりました。今年もおつまさんチャンネルを何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回背景に映っているのは九州佐賀国際空港前の公園から撮影した初日の出の映像です。九州の初日の出ランキング1位は熊本県にある熊本城天守閣、お2位は熊本県にある金峰山、お、そして3位は佐賀県にある九州佐賀国際空港になっています。なんと上位のスポットはどこも混みそうだなということで、今回は佐賀国際空港の前の公園から撮影してみました。駐車場も運よく空いてて大きな混雑もなくて無事に撮影できました。いや、初日の出見たの初めてだったんだけどね、すっごい綺麗だった。いや、めっちゃ綺麗やった、なんというか清々しい空気に満ちてて、なんか感動したよね。あとね、その撮影したね公園が本当に綺麗に東を向いてて、あ、こんなに東を綺麗に向いてる場所あるんだって思ってね、いやー、来年はね、でもさらなる穴場スポットを見つけに行きたいなって思った。いや、そうだね、いろんなところから見てみたいね。いろんなところから見たいね。まあ、じゃあそんなわけでね、はい、まあ、2024年、今年やりたいことの発表でもしていきましょうか。おお、今年ね、やりたいことありますよ、はい、僕。どうぞ先に。まず一つ目、はい、去年よりも多くの場所に旅行に行く。それね、いやー、去年はさ、うん、もう病気になっちゃったり、うん、それと仕事が多忙で、うん、そして何もできなかったっていうね、去年の後半が、その分今年はいろんなところに行きたいなというふうに思っています。今年は5カ所ぐらい行きたいですね。行きたいですね、はい、ま、そんな中私今年やりたいこと、はいはい、鳥取県に行きたいです。おおお、鳥取県、え、北栄町にだと思ったよ。コナン君関連ですね。そうなんだよね、はいはいはい、はい、ま、あとはね、あの USJ にも行きたいね。あー、 USJ ね、まあ、うんうん、ドンキーコングエリアもねできるし、あとはコナン君コナン君のあのシーンワールドがあの USJ にもねできるので、いや、やっぱそれじゃねえかコナン君のね、うん、あの常設、そう、アトラクション、常設アトラクションがね、そう、うん、できるもんね。できるんだよ、うん、まあ頑張っていけるようにね、うん、あの九州から飛び出して関西の方に行きたいなと思っております。はい、行った時はね、またあのレビュー動画というか2人がワイワイしてる動画になると思うんですが、うんうん、撮りたいと思います。行けることを祈っていてください。はい、それで言うと、うん、僕も関西で行きたいところがあるんですよ、うんうん、あ、分かっちゃったな、もう。ほう。もう分かっちゃったな。ほう。京都でしょ。そうです。はい。京都にできるはずの、はい、任天堂ミュージアムに行きたい。行きたいね。行きたいね、はい。ゲーム好きにはたまらないミュージアムになること間違いなし、と思っているのでレビューしていきたいと思います。はい、まあ、九州もまだ回れてないところはたくさんあれども、飛び出せ九州ということで ね、 そうですね、飛び出していきたいな。それで言うのであればですね、はい、今年やりたいこと、運動です。そうだね、どこに行くにしろ体力は必要だからね。体力がね、いるからね、うん、あの11月に体を壊しまして、うんうん、いや、そこからね、あのね、体重がまず戻んなくって、うん、そう、体力も戻んなくてさ、うん、ちょっとね、病的な体重にまで下がっちゃって、さすがにまずいので、はい、あの運動をしてね、体力も戻し、はい、免疫も上げ、うん、っていうことを今年は頑張りたいです。運動します。っていうか、個人的なこときたな。あ、ほんとだ。いや、いいんだよ、まあ。個人的にやりたいことも今年の目標ですからね。そうだね。ええ。じゃあ、それで言うと、はい、僕も個人的にやりたいことがあって、何ですか？あの、PC 周り。の環境をアップデートしていきたいなって、うんうん、いいね、それいいね、うん、この PC もね、使い始めてだいぶ経つので、長いもんね。そう、なので、新しい PC が欲しいなっていうふうに思ってます。いや、資金力、いや、ほんとね、今言ったこと全部お金が必要や。そうですね、まあ、あとはあの動画に関係するところで言ったら、うん、撮影のカメラをちょっと良くしたいなとか。あー、そうだね。そう、あとモコピーもね、はいはい、ずっと言ってるけどモコピー変えてないから、モコピーで動きたい、ね、そう、動きたいなとかね、まあ、今年はそういう感じでこういろいろと自分たちの環境もアップデートしたいよね。はい、はい、となればですよ、ん、私には、はい、確実に一つ遂行したいことがある。ほう。おつまさんチャンネルの新衣装を作りたい。よいしょ、イエーイ。いや、待ってました待ってました。えー、えー、
やっぱ VTuber たるものね、いろんな衣装に着替えたいよね。そうだよね。はい、あとお姉ちゃんにも言われました。あの、新しい衣装とかないのいやそうだよね、まあ、これも気に入ってんだけどね、うん、そうそう、最初に作ったね、このお洋服もね気に入ってるんだけど、うん、まあやっぱりそろそろ新衣装欲しいかなっていうところで、はいはいはい、もしよかったらこの動画を見てくださっている皆さんの中で、まあ、こんな衣装見てみたいなっていうリクエストがもしあればコメントで書いていただけるとものすごいモチベーションが上がるので、よかったらお願いします。よろしくお願いします。採用可能なものを、あとね、つーちゃんが作りたいものをぜひ作ってほしいなと思います。はい、まあ、参考にさせていただけたらなと思いますので、はい、はい、あの、もしあれば何着でもね今後作っていきたいなって勝手には思ってるんで。何着でも、そしたらいつかね私の作る衣装のこだわりポイントみたいな動画もね、うん、撮りたいなって思っていたりするのでね、はいはいはい、まあ、今年はそういうところも頑張っていきたいですね。はい、はい、いやなんかさ、うん、去年の後半はさ、うん、もうほんとさっき言ったけどさ、うん、体調を崩して仕事が忙しくて、本当にね活動に力を入れられなかったから、うん、なんか今年はさちょっと体を気をつけつつ、まあ、マイペースにできる時に動画を投稿して、そうやって活動を続けていきたいなって思うね。あとはやりたいことがね今こうやってあげた中でもたくさんあるから、うん、もう一つでもね多くのことを実現できるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、改めまして、今年も私たちおつまさんチャンネルのことをよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画面白いと思った方はグッドボタン、高評価、それからチャンネル登録、皆さんのコメントもお待ちしております。お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おつまさんでした。そういえば今年は SNS 活動もちょっと頑張りたいなと思っていまして。マジですか、わお。新しい SNS 登録してみたいなと思って、はい、ブルースカイとタイツーに登録してみました。あー、なるほどね。ただブルースカイはまだあの承認待ちなので、うん、タイツーね、うん、先に動かしていきたいなって思ってます。はい、じゃあとりあえず X とタイツーを動かしていくということで、過度な期待はしないでください